はい、本日はですねあの前回の動画でもちらっとお話をしたんですけれどもファッションニュースを紹介すす。するををやりたいいと思います、はい、新企画ですね。ファッションニュースを紹介しようということで、はい、もう神そうなんですけれどもファッションニュースを紹介させていただきたいと思います。や はい、で,はではというかちょっとちらっとお見せしたいんですけれども机周りデスク周りをですね環境を整えましてあのすごく今いい感じなんですよねちょっとそれを皆さんに見ていただきたいのでちょっとカメラ移動させますねまあもう簡単な話ですねこのデスクシェルフですねこれこれこの木を買ってきましてで高さを出す 物をつけまして、まあ、デスクシェルフを机に設置しました。そうするとですね、もうめちゃめちゃはかどりますね。まあこの配線のこう整頓の仕方とか、いろいろデスク周りで役に立っているものと間には関し物に関しましてはですね、また違う動画でご紹介できたらと思いますので、その際はよろしくお願いいたします。 でちょっとこの後と耳鼻科に行かないといけないのであんまりこう話しそれると耳鼻科に間に合わなくなってしまいますね。ということでサクサクいきたいと思います。ははいそれでは 記念すべき一つ目のファッションニュース紹介させていただきます。無印良品とリーボッククラブ c 85をベースとしたコラボスニーカーを発表。無印良品からリーボックとの共同開発によるスニーカー、紳士コートスニーカーと婦人コートスニーカーが発表 2024年8月26日月曜より一部店舗などで発売するということでもう発売されているんですね、えー、無印良品は長く使い続けられる定番品のシューズとしてリーボクとの共同開発によるスニーカーを用意ベースモデルとなったのは1985年に登場したリーボクの名作コートスニーカークラブ C の35周年を記念して2020年に 登場したアップデートモデルクラブ C85 なんか 1LDK ともコラボしてましたかね、えー、どんなスタイルにも合わせやすいミニマルでクリーンなルックスと軽量かつクッション性に優れた EVA ミッドソールによる快適性が魅力の一足だはい ということでこちらあの話題になっておりましたね、まあ、最初僕を見た時びっくりしました、えー、無印良品とリーボックそことそこかという感じなんですけれども、まあ、どういう関係があるんでしょうね別にアシックスとかでもいいと思うんですけれども、えー、リーボックとのコラボでございました。 ま初めての試みになるんですけですかね。あのこういったスポーツブランドとのコラボスニーカーっていうのは、まあ、無印良品らしいあのかなりこうミニマルなデザインに仕上げられております。ツイッターとか見てみると。 以前あのコラボされてたマルジラとのコラボですねそのモデルと比較されていたりとかもしましたね、まあ、それでいうとこうロゴとかも生やされていないのでもう超ミニマルなこの無印良品の、えー、デザインがいいみたいなお声もありました皆さんどうですかね個人的には何かいいかなとは思うんですけれどもまあ実際に見てみて、まあ、買うか買わないかは、まあ、考えたいと思うという感じですねそれと これれはああなんんでですすかかねねの販売し続けるんですか、ねえー、と無印良品は長く使い続けられる定番品のシューズとしてリーボクの共同開発によるスニーカーを用意とのことなので、まあ、これから定期的にあのリ,ースリリースしていく販売していくのかなと思いました。 でなんかこういうのが定番品でずっとお店にあるっていうのもあの面白いですよね。是、う、非、ん、今後もずっと作り続けていきたい何、まあ、な,ならね次回作みたいなところであの新しいコラボモデルなんかが出るのも楽しみになる一つニュースでございましたでは続いいいいててのニュースご紹介していきたいと思いますその前にですねちょっと最近あのヒゲを生やしましてあのどうですかね あのひげを生やすことってあんまり僕ないので合ってるのかどうかわからないんですけれどもひげ1週間ぐらい生やしておりますあの特にこうなんですか整えたりとかはせずにですね放置した状態なんですけれどもなんかこれで合ってるのかひげの生やし方が合ってるのかどうか不安になるんですよね。あはい皆様ちょっと 何でしょうね、コメントというか意見いいただければと思いま,す、ね、まあまた気があの向いたら反っちゃうかもしれないんですけれどもなんかやっぱ雰囲気変わ先日までですねフィートでジャケットの,あのイベントをしておりましてジャケットを着る機会が多かったんですよ。なんかそれでまあひげがないいつも通りの顔も良かったんですけれどもちょっとひげ生やしてジャケット着てみようかなということでひげを生やしてみました。 はい何かね恥ずかしいですよねはいいかがでしょうかということでひげの生やし方合ってるのか問題ですねはいでは続いてご紹介したいと思いますえー、ナイキからクロックポジットサンダルシューズが登場えー、ナイキからクロックポジットサンダルシューズが登場 えー、クロックポジットは液体に着想を得た流線的なアッパーのデザインがアイコニックなバスケットボールシューズフォームポジットと懐かしいですね、えー、そのアップデートモデルであるエアフライトポジットをアレンジ、えー、プレイ前後に足の疲労を和らげるリカバリーシューズとして登場した一足だ通気性に優れたアッパーはミッドソールと一体化したデザインが特徴シューレースなしで着用できる足全体を覆うミュールタイプのシューズとなっている 今回登場するのはクリーンな佇まいに仕上げたライトオールウッドブラウン×ホワイトとブラックを基調にメタリックな質感や透明感のあるブルーのソールで仕上げた未来的なデザインのクロム かけるブラックが揃うということでナイキからまあサンダルというかミュールタイプのリカバリーシューズでしたねリリカバーーシューズが登場ということで、まあ、もちろんナイキからリカバリーシューズ出ていたんですけれどもななんていうんうシャワーサンダルっていうんですかねそういうデザインが多かったんですよね。まあ、そうういいっったた中で、えー、こういった ミュールタイプでちょっとメタリックなパーツが揃ってしかもですね懐かしいフォームポジットのデザインが踏襲されているこのデザインがかなり僕あの目を引いて欲しいなと思いましたねあの発売ももうされているということなので ちょっと実物見て買おうかなと思いました。そう、皆さん、あのリカバリーシューズ何使ってますかね？あの僕が持ってるの？ちょっといろこう処分してしまって、あのビルケンシュトックしかないんですよね。ビルケンシュトックももうボロボロになってきたので、まあ、こういうちょっと。あとまあ、僕も自身もバスケットボールをするので、あのこういうえっ、ー、とリカバリーサンダルみたいの欲しいなと思っていたところ。 かなり、ね、自分好みなデザインのものがないか出たということでかなりあの気になって今回紹介させていただきました是非ですね皆様あのリカバリーシューズおすすめ教えていただければと思います、はい、では続いてのニュースでございますニューバランスローファー風スニーカーを限定発売ニューバランスはユニセックススニーカーローファー 1906L っていう言い方であってるんですかねを2024年9月19日木曜日よりニューバランス一部直営店などにて限定発売するとのことです、えー、スニーカーとローファーを融合した 19061906L2002 って言いますもんね2002だから多分 1906L でしょう、えー、1906L スニーカー、えー、1906L はニューバランスの創業年を冠したハイパフォーマンスランニングシューズ 1906を再構築しローファースタイルへと刷新した一足だクラシックなたたずまいサドルを拝してクラシックなペニーローファーのデザインを踏襲したアッパーはスポーツなムードのメッシュ素材に曲線を描くシンセティック素材のオーバーレイをデザインかかとには高いクッションニング性能とスムーズな足運びを叶えるアブゾーブ SBS を備えた860 v 2のソールユニットを採用し快適な履き心地を叶えているとのことでございます価格は19,800円発売日先にも述べましたが9月19日ということで、えー、ございますなかなかこれも <laughs> 衝撃的なデザインですよねニューバランス、えー、HQ-06 のローファーモデルということではなかなか面白いですよねなんでこういうデザイン デザインにに至ったののかかとというかあとこの履き心地も気になりますよねやっぱりスニーカーっていうとこうシューレースがあって足にこうフィットさせて履き心地っていうのが良くなるっていうところもたくさんこう締めているところではあると思うんで、まあ、そういったシューレースがないスニーカーどんな履き心地なんだろうっていうのですごく気になりました。これいいいですよねななんでみたいな <laughs> はい,いや面白いスニーカー面白いモデルだなと思いました、ね、なかなかこれは争奪戦になりそうですねかなり注目度の高いスニーカーなのかなと思います限定発売ですもんね再販とかは絶対ないモデルだと思いますのでこれも要チェックかなと思いますでは続いてユニクロユニクロ C 秋冬からメンズも販売ということでユニクロは9月6日からユニクロ C を販売する クレア・ワイト・ケラー氏がデザインを務めておりこれまでウィーメンズのみだったが2024年秋冬からメンズも販売するウィーメンズ31アイテムを出す初のメンズはスウェットのセットアップやウールブレンド素材のダブルフェイスコートシワ加工を施したジーンズブロードのオーバーサイズシャツスニーカーなど12アイテムを企画した。 税込3,990円から1,2900円でございますということでございますはい、えー、こちらもですね、えー、9月6日発売ということでもう間もなくでございますねユニクロ C 皆様ラインナップもう出ておりますが見られたでしょうか <laughs> まあその中でもですね僕がちょっと気になったアイテムなんかを紹介させていただければなと思います えっとですね個人的にやっぱりあれですかねスウェットワイドパンツが一番気になりましたかねまあもう X なのではかなり話題に上がっているパンツでございますあのスウェット素材でありながらこのドレープ感ですよね生地もこう分厚すぎず薄すぎずな本当と通年使えるような素材感ですので かなりこう一本持っていると履くタイミングも多いのかなというふうに思いますまああとはこれが素材が何素材ですかね綿ポリということでまあどのぐらいこうスウェットっぽいかっていうところですよねあんまりこうスウェットでツルツルしてしまうとやっぱり安っぽく見えてしまうのでなんかこう面感が強めな素材感だと個人的には嬉しいです まあ1本持ってれば部屋着でも使えるので部屋着でも使えてこの3,990円っていう価格なのであの買えればグレーとブラック2色買いしようかなと思っております。 サイズもね確認しときたいところではあるんですけれども、うん、なかなかスタイル品と投稿スタイリングでも見るところすごく良さそうなんですよねこのワイル感というか裾にもなんかドローコード入ってるんですよね。 裾はドローコード入りでシルエットのアレンジができるということで裾を広げて使うこともできるし絞って、えー、ちょっとスポーティーなあのシルエットにもすることができるということでこちらもかなり気にされている方は多いのではないでしょうかはいあとはですねメンズはやっぱりラインナップがちょっと少ないということもあって でうーんまあまあまあ <laughs> っていうところですかねまあワイドパンツが良ければそのセットアップになるスウェットオーバーサイズプルパーカーなんかも買ってセットアップで着るのもいいのかなというふうに思いましたうんでレディースですよねこのレディースの方はラインナップもすごく多くてどれも良さそうだなぁと思いました まあ、この中でメンズが切れそうなものっていうと限られてしまうんですがうーんねちょっとメンズに着れそうな感じのものはないのかなって感じですよね。この極暖ヒートテックカシミアブレンドクルーネックティーなんかはメンズ着れないのかな ちょっとやっぱりレディースっぽいデザインなんですかねでなんかメンズも着れるようなサイズ感デザインだったらあのインナーとかにもすごくいいのかなというふうに思いましたタートルネックもありますねタートルネックバージョンも着れるのであればいいですねそうなんかジャケットもすごくいいなと思っ なんですがちょっとねあのビジネスっぽいというか男性が着ちゃうとなんかなんでしょうねこうオフィスカジュアルありだ仕事場でこう着るようなジャケットに見えちゃうんですよねなんかこういうかっちりとしたジャケットを女性が着るのがこうやっぱりいいのかなというふうに思うのでちょっとねこれメンズはどうなんだろうっていう感じはします。 ねいいっすよねこのツイードオーバーサイズジャケットなんかも出ているのでこんなねツイーディーな、えー、素材のもうなんかも出てるのはレディース本当に羨うらやましいですねはいでこちら9月6日発売ということで えーと皆さん、ね、お忘れなくちょっとね気になったアイテムなんかは買っていただければと思いますはいでは最後のニュースでございますニュースというかニュースになるんですかね、えー、MB チャンネルの m b v ィレザーを使ったフロントジップブーツを発売ということでございますはいこちらもまあ,あの一部界隈で話題になっている ニュースニュースなんですかねニュースでございます。えー、というのもですね、えー、MB チャンネルの MB さん、えー、自身が展開されております MB アイテムからですねグイディレザーを使用したフロントジップレザーシューズを発売するとのことでございましてまあこのデザインがですねグイディの PL1 のフロントジップブーツに似ていることからまあちょっとこう賛否両論あるといった形で でございます、まあ,あの X なんかでもですね取り上げられている、えー、コメントなんかが散見されるんですけれどもはいそうですねまあなかなか難しいところではありますよね。まあ、正直フロントジップ ブーツってこう？google で検索していただくとわかるんですけれども、もまあ、やっぱりフロントジップのデザインが施されているブーツってもうめちゃめちゃあるんですよね。vd レザーを使ってフロントジップブーツを作りました。だけで、ま vd、あのパクリじゃないか？って言われるのはまあちょっとかわいそうな気もするしまあ、一方ではそのおっしゃってる通りですね。 まあグイディから出ているそのモデルとほとんど一緒なので、えー、パクリじゃないかという意見も、ね、あのまあ賛否あるわけでございます。個人的な意見としてはですね、まあ MB チャンネルっていうもの自体がですね、あの見ている層っていうのはまあまだこう洋服を知らない方たちだと思うんですよ。まあ洋服どこからこう手出していっていいかとか。 あのまあ、そういう方々を抱えているチャンネルであのちょっとこうそういったものを販売してしまうとやっぱりこうなってしまうのかなって。 っていいう,うににはは個人的には思いましたこのですねフロントジップブーツ発売ライブみたいのを先日やられたそうなのですがその際に MB さんはですねパクリって言ってるやつはいるけど是非グイディに通報してくれ俺はグイディとやり取りしてるからねデザインは全く違うほんとこいつらって洋服知らないよねとおっしゃっておりますそうなんかほんとこいつらって洋服知らないよねって 洋服知らない人が見ているから、まあ、そうなってしまうのはなんかしょうがないのかなっていうふうに思いましたうんなんかしょうがないなって感じですね。 はいということでございました。まあ、こんな感じにですね、あの一ヶ月に1回ぐらいのペースで、えー、ファッションにまつわるニュースを取り上げたいと思います。まあ、今回はですね、まあなんでしょう、こうパリコレも終わってしまったということもあるので、取り上げたニュースはコラボスニーカー発売とかユニクロシー発売みたいなトピックスが多かったんですけれども、まあなんかよりこうデザイナーが変わったみたいなそういう情勢みたいなのも。 えー、お伝えできたらなと思いますので。 ぜひちょっとこの企画楽しみにしていただけますと幸いでございます。たまにねあのー、ちょっとこう賛否両論あるようなニュースも取り上げてあの大援助しないように注意はしたいんですけれども、えー、よろしくお願いいたします。えー、もしこの動画が楽しかったと思っていただけましたら高評価ボタン何卒よろしくお願いいたします。えー、年内までにチャンネル登録者数1万人目指しております。今9,30人とかですね、あと1,000人といったところまで来ておりますのでまだチャンネル登録お済みで ない方はチャンネル登録もよろしくお願いいたしますそれでは次回の動画でお会いいたしましょうそれでは